仕事はとても向いてると思うんですよ。すごくね、ここの、あの生命線と頭脳線の始まりがどっちの手も割と長くついてるので、とても慎重な方なんですね。だからとてもあの几帳面に物事をこなせる方なので、あの本当になんていうんですかね、ミスをしないタイプっていうのかな。だから任せてとても安心なタイプだと思うんです。本当に事務職は向いてらっしゃると思いますよ。ただ何か他に今、例えばそうですね、あのそのお仕事を辞めたとしてやりたいこととか、特にはないんですよ。ないですか？はい、ない、そう、うん、ないので、もしいつこう辞めてほしいとは言わないでしょうけど、うんうん、そういうようなことがあった時に、うん、そうちょっと年齢的なことも考えると、うん、なかなかこう転職って言っても正社員はねちょっと難しそうな感じじゃないですか、うんうん、そうなので、うん、何か他に向いてるっていうのもおかしいけど、うんうんうん、特にはやりたいことはないんですけど、そうなんですね、うん。